皆さん、おはようございます。ですね、今日はモトフィールドドッカーズ東京の、企画で、しどきに行ってまいります。レンタルバイク借りて、いろいろとねモトクロスのコースを、まあ、普通に走れるというですね、僕初めてなんですけど、全然ねオフロードのテクニックなんかはないんですけどね、街乗りだけは一応オフロードでやってますけども、まあ、ちょっとどんなになるかね、楽しみです。なんか今日首都高もね空いてるみたいなんで、ではまた後ほど。よいしょ、しどき着きました。 CRF の150、初めてのレーサーです。ガソリンがどんどんいってしまう。あ、かぶっちゃえ。了解です。キックなんですね。了解です。おう。なるほど。行ってみましょう。OK。 すげえ吹き上がりすごいな、やっぱ。ちょっとね今日はこけることを想定して、あいつしてカメラを右につけてます。多分左にこけると思うんで、じゃあ行きましょう。めっちゃ土飛んでくるわやばいやばいやばい。おー、よいしょー、おいおはおい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 、おやば。
かな今。走るだけでクタクタです。よし、今やべ、やば、今のはやばかった、今のはやばかった。今少し分かった気が。よいしょ。バッチリ走りますか。いやむずいわ、全然分かんない よいしょ。ジャンプのね、着地の仕方がわからない。あぶね。はあ。よいしょ。はあ。
け。完全レース始まる。なんであんなことが。すごいですね、ブリブリ言ってますね。すげえ。なんですかね。ね、太いっすよね。完全に。いったいった。小坂さんもいった。あら、なんでかからないの。よいしょ。いやいや、もうこれキックするだけ疲れんな、これな。よいしょ。うわ、いったしょ。なんかあの下りの後のコブが怖いっすね。なんか面白いな。車はね酔ったけど、バイクは大丈夫そうだなこれ。よし。でもおじさん体力がもうきついっす。取ります。よいしょ。やったやった。なんかちょっと飛べるようになってきたな。
握力が腕の力が。ひどきね、行ってきましたけども、いやなかなかね面白かったですね。まあ普段じゃ絶対ねあんな動きできないですからね。極限にこうタイヤが滑りやすい状態っていうか、アップダウン激しい山の中を走ったわけなんですけども、まあ何もね教えてもらってない状況でいきなりスタートして行ってみたんですけどね、なかなか面白かったですよ。最初はねもうどうしていいのかよく分かんなかったんですけど、とりあえずね見よう見まねとゲームの感覚でちょっとやってたんですけどね、でだんだんなんかねトルクのかけ方とかね、あと重心とかね全然できてないんで、多分その辺をちょっとうまくなれたらもうちょっと楽しく走れたかもしれないですけど、十分ねなんかこうかまあほんのね一かじりでしたけども、なんかモトクロスの、ちょっとね門を叩いたような感じにはなりましたね。また行きたいですね。まあ、今回はね、GSX S7 買ったところの、お店のねお誘いがあってちょっとお邪魔させていただいたんですけども、こういったね、バイクをね買っておしまいっていうんじゃなくて、その後もなんかこうやって気遣ってくれたりすると、なんかすごいねあのお店で買ってよかったなっていうのと思ったりして、このいいイベントでした。お誘いいただきまして本当にありがとうございました。でなんかねこういう機会があればまた今回はねモトクロスでしたけど、サーキットの方とかねいろいろとなんかレンタルで結構いろいろできるみたいなんで、そういうのでまずはね挑戦してみて、気に入ったジャンルでねまたそこを伸ばしていけるとか、そんな形をね今後取れたらいいかなと思っております。またねちょっとしどき1回行きましたんで、また違うちょっとモトクロスサーキットとかねそういうところも今後WR の方もね活用してちょっといろいろ活動の幅も広がったかなと思います。でまたねこういう機会があれば動画の方でもねお知らせできればと思っておりますので、また動画でお会いできればと思います。それではね、またお会いしましょう。ではトロンコなんてね本当子供の時以来だよね。ダブルアルもうちょっと乗ろう。